こんばんは。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとう。待って、コメント見れない、コメントが見れない。ちょっと待って、あ、見えた見えた見えた、ね、カラスじゃないですし、猫です。ありがとう、クマ、ありがとうございます、ありがとう。おめでとう、ありがとう。ありがとう、耳生えた、ありがとうございます。タワー、ありがとう。猫耳のカラスじゃないよ。何を言ってるの、猫だよ、カラスの親分じゃないし、猫だよ。ありがとう。ここでハロウィンギャグを一つ仮装、仮装か、オッケー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 よー。オッケーよー、とてもいい感じ。可愛すぎてラーメンむせた。危ないよ、危ない危ない、カラスじゃない。カラスじゃないです、カラスじゃない、そう、ママ作、ママ作です。ハートありがとう、ママだよ。で、なんと、じゃじゃじゃーん、ちょっと白飛びしてるんですけど、白飛びしてる、白飛びしてますね。これケーキ、ママ作、ママ作ケーキ、水色、めっちゃ白飛びしてる、やだ、白飛び。ママ、ママが作りました。あ、見えた、スクショタイムです。スクショタイムね。これもう今食べちゃうから。今撮っといてください。え、何ケーキかちょっとわからないです。食べてみないとわかんないから、私が食レポをしたいと思います。イエーイ。だから撮ってください、撮って。撮って、撮ってくれてる、撮ってくれてるかな。イエイ。近く、こ、なんかね、飛んじゃってるんだよね、怖いから。これですね、鼻にはつけませんよ。そんなあざとくないですよ。ありがとう、ありがとう。本物だよ、食べたいんですけど、もったいなくて今食べてないんですけど、どうしましょう。千切りキャベツじゃない。おでこにつけるんですか、つけられませんよ。ネタフリじゃないですし。ありがとうございます皆さん。ね、何味かね、気になるね。ね、顔突っ込まないから、顔突っ込まない。はなちゃんいないんじゃない、はなちゃんないないかも。ありがとう、かぼちゃ、ハ
ロウィンだからね。え、ありがとうございます、本当に。え、倉本花いるくない？これ本物かな、可愛すぎ。ありがとう花、ありがとう花。フルネームになったんだ、サラだけなんだ、ノーネームなの。あ、取って、もうこれと食べちゃうから早く取ってください。はい、早めに早めに今。中身はタバスコたっぷりとか怖いから、怖いよ。取りましたか？ということで食べます、食べます、食べたいので食べます、食べます。え、もったいな、もったいないけど、これなんだろう、いただきます。ママが全部食べました、ママおしめにします。どうぞ。どうぞどうぞ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。あ、待って、あれ書かないとだね、あれ書かないとだ、テロップ誕生日です、誕生日配信、はいはい、うん、ママ全然ママだよ、ママ全然ママ。普通のママ、普通のママです。え、なんか中はピンク、中はピンクです。食べます。ママ登場しない、ママ登場しないです。いちご、いちご味、全然全然ママです、なん普通のママ。ありがとう、ありがとうございます。うんうんうん、そう同じ日です、ありがたい、ありがとう。そう、なんかあの X でいっぱいね書いてくださって、ありがとうございます。ママねパティシエじゃないよ、普通の全然ママ。ネタはありがとうございます、本当に悔しいけど可愛い、悔しい。ありがとう。ちゃんちゃんの普通はレベル高そうって何ですか。ありがとうございます。10、ありがとう。え、誕生日毎年コスプレするの？なんかちっちゃい頃からそうなんですよね、成功から誕生日割とコスプレしてるから、するかもねってことで。これは猫です。え、なんで猫ですよ。ありがとう。あ、天然ママ、どういうこと。どういうこと。いちごキャラ立ちしてる、本当？元パティシエから見てもすごくうまくできてたよ、言っときます。これね、こうやってやると鈴が鳴るんですよ。左にいるの何？お化け。え、このことですよね、お化けです、半顔のお化けです。そう、水色、うん、ママがやりました。私がやったのはこれとこれと、まあ、これちょっとと、あとここら辺の風船を膨らませた
するの？え、わかんない、何時間だろう。え、2、3時間かな。適当です。そう、なんかカラスとかなんだっけ、悪魔のコスプレしてほしいって言われそうだなって思ったんですけど、猫です。ありがとう。お祝いにかぼちゃプリン、ありがとう、ありがとう。ありがとう。ママ家庭科と美術の評価絶対5だったでしょ。どうだろう、どうだろうね。ありがとうございます、いっぱいありがとう。サータンママ押していきます。どうぞ。この配信スクショ OK ですよ、どんどんお願いします。スプーンでかくね。え、嘘、そう。そう、サタンって言われるかなって思ったんですけど、猫です。今日からジジって呼ぶ。え、原型なし。ココミンのコスプレはいち早く見せてもらいました。パンプキンメイドみたいな、かぼちゃメイド、可愛かった、可愛かったよ。ジジじゃないよ。ふふふ、かわいかったよね。ありがとう。そう、鈴、鈴です。黒の洋服合ってますか。まあ今日は猫なので洋服ではなく猫ということで、はい、猫の、あの体毛ということです。はい、あ、東海ありがとうございました。ありがとうございました。え、そう、あの長官はよく似合うって言っていただきます。そう、猫だからだよ。逆になんで鈴つけてんのって、猫だからだよ。間違えて入ってきちゃった。うん、下ジャージじゃない、スカートでーす。あ、虹ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。何？この猫どこに行ったら会える？ここ。ここです。毛深いね。ね。毛だからね。ケーキです。ケーキです。スプーンの、スプーンが大きいんじゃなくてサータンの顔が小さいんだ。そう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 、そうよ、普通のサイズです、スプーン。そんなでかいの買ってないですよ。ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。決めポーズ、はい、はい、はーちゃんコメントせずにずっとスクショ。びっくりで、そんなそんなことしてたらびっくりで。
方の誕生日なのでコロッケパンを買ってきましたって、あの私にコロッケパンって何の関わりがあるんですか。え、ありがとうございます。なんだろうこれ、かぼちゃと木、ありがとうございます。かぼちゃの木ね、ありがとうございます。うん、でかいスプーン用意してない。サンタのことめっちゃ気になってるなんて恥ずかしくて言えません。え、かわいすぎていい気するの忘れてました。ありがとうございますじゃないです、ダメです。この配信のスクショって X にあげて OK。 イカみりん食べてる、関係ないですよねそれ、さっきから。え、コロッケパンだとキャベツ入ってるの、あ、そういうことね、匂わせだ。チョコケーキ好きって言ったからチョコケーキ買ったのに、え、それでいいんですよ、チョコケーキ好き。今日は餃子焼きました。この間餃子で私お腹壊しました。今日は特別に何かやるの、あのマジックをやろうかなって思ったんですけど、あの難しかった、マジックをやろうかなってちょっと考えたんですけど、私にちょっと不器用すぎてできなかったので、いつかやりますね。来年からはサルちゃんの誕生日祝日にしてください。しません、平日にします。ね、ありがとうございます、タワー、タワー。首の鈴、なるよ。マジックね、違う、初挑戦してみようかなって思ったんですけど、あのいろいろ動画あさってたんですけど、あれなんかできなそうっていう。サタの誕生日だったらキャベツを買いましょうね、ありがとうございます。え、なんかハロウィンっぽいかなって、ハロマジックってハロウィンっぽいかなって思ったんですけど、違うかな、違うかな。ちなみに猫の種類、猫はあまり詳しくないんですけれども、黒猫。うんうん。サータンバルアートできないですよ。魔法使いサータン？魔法使いサータンに見えてきた。サータン猫顔じゃなくてチワワ顔って。サータンそのものがマジックみたいな存在？バレました？バレましたか？ジジ、ジジじゃない、ジジじゃないよ。ハートありがとう、ハート。猫のポーズ、はい、はい、はいはい。メンバーからのお祝いライン、皆さんあの予想してください。じゃあどの12期生が私に一番最初にラインをしてきたか、はい、クイズです。恋に落ちるってマジックはもうやりました。あ、ママいるよ。サタンって油性じゃないですね、水性ですね。サタンみたいな可愛い子が SKE に加入してくれたことがマジックですか。はなちゃんだと思う、かきれな、はなちゃん、はなちゃんだと思う。うん、はなちゃんです。うん、すぐ LINE 来たよ、長文の。しかも LINE で書くんじゃなくて、もうスクショ、長文のスクショが送られてきました。こんぐらいので全部
声に出して朗読しました。ココアちゃんはね、なんか前もって書いておいて、あとは12時に送るだけだってなったらしいんだけど、そこで忘れてしまって20分遅れみたいな感じ。え？当たった？え？そうだよ、しっかりしっかり0時に送ってきましたね。さらちゃんはかきれなとキャラかぶってる？かぶってない、全然全然違いますよ。さすが夫。ね、そう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 、そう花が一番でした。まあもちろんですよね。猫は尻尾ないです。ちょっとそこはね、猫 ちぎれちゃったっていうことで。ちぎれてしまったということです。あとありがとう、あとあとあと。いや、いじられキャラではないですね、自覚はありません。ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。何番目くらいでした？65。そうそうそう、ちぎれた、ちぎれちゃったよって。今どっちの耳で聞こえてますか？こっち。ピー、え、ありがとうございます、いっぱい、ありがとう。まあ17歳ですよ、まだ18歳にはまだなってないです。こっちの耳で聞いてます。保護？保護してくれるんですか？キャベツ食べたんですか？いいなぁ、私今日食べてないんですよ。ビジネスじゃないですけどね。今日の大喜利まだ見れてない、見てないよ。そう、セブンティーン、サタン何時に生まれたの？夜中だと思いますよ、夜中、夜中、日が変わってすぐだと思います。そうね、16歳のサタンはもうどこにもいません、残念残念。ビジネスじゃないですけどね。逆にまだお祝いメッセージ来てない12期ちゃんいますよ。あれー、あれーれれー、あれー、まあ今日は会えてないので、まあ仕方ないところはありますけれども、あれー。18歳のさらちゃんは来年です、来年ですね。ありがとう。そう、17歳なのですいません、16歳はもうどこにもいませんね。はい、いませんよ。17歳の目標、美味しいものをいっぱい食べる。美味しいものをいっぱい食べます。
口大きいよ。そう、飢え死にしそうってね。ありがとうございます。はい、美味しいものをいっぱい食べます。食べられるもの増えたかも。なんかちょっと大人っぽいもの食べてみたいですよね。サラダの思う美味しいものは読み切れない。目標マジックヒロー。マジックヒロー、まあいつかできるようになりたいということで、まあ今年はちょっと無理かな。たくさん食べて大きくなります。目指せココハちゃんの身長。大喜利に答えはありません。大喜利に答えはない。イカの塩辛めっちゃ好きです。イカの塩辛は本当に好き。あのご飯とご飯のお供の中で一番好き。一番がイカの塩辛、二番が海苔の佃煮、三番が海苔玉。わさび入りのお寿司は食べれますよ。ありがとうございます。毎日サタのお家の前にキャベツを置いておく、いいですね。宅配キャベツ。モノマネでテレビに出る、いやちょっといけますかね。どうですか、あの私のトーク会で西田敏行さんのモノマネを見た方、あれはテレビで通用しますでしょうか。ずっといるよ。こんばんは、ありがとうございます。ただ今ぐらいの身長がいい。 158? イカ明太食べれるよ。ちょっとね、あの味覚は渋めなんですよね。お酒飲んだことないわ。ないわ。さあ、納豆は二口だけいけます。二口でも引き割りしかできない、あ、できないじゃない、食べれません。のりたまめっちゃ美味しい。のりたま、のりたま美味しいですよね。とんかつもう胃もたれしなきゃ美味しいんですけどね。あれ、ああはーい、はーい、ご報告、はーい、はーい、はーい、レバニラ食べれます。はーい、はーい、あの今ツイッターで、ツイッター X で発表されたらしいんですけど、明日からビスのイベントに参加します。イエーイ。です。明日から1週間かな、明日の5時から始まります。そう、そうです、そうなの。ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。そう、新人枠
お願いします。そう、12期だけだね。12期だけっていうか新人だけ。そう、明日の夕方の5時から始まります。ぜひぜひ出ると思ってた頑張ります、頑張ります、頑張ります、頑張ります。新人枠がねあるんですよ。もっと匂わせてよ。ダメですからねそう、頑張ります、頑張る頑張る。モデル経験者です、だから自信はあります自信はある、だから頑張ります。そこちゃんとね、あ、待って、ココミンから来ました。サタンのね、ちょ待って、サタンってね、サタンの誕生日配信かわいすぎだって。ありがとうココミン、ココミン、ココミンありがとうラーメンも歩けます、だから皆さん安心して応援してくださいかわいすぎるって。ココミンめっちゃ褒めてくれる。ココミン、みんなに挨拶お願いしますね、頑張ります。そう、パシャパシャやってたから自信はあります。自信以外は元気があります。頑張ります、ラーメンも歩けますラーメンも歩けますありがとうございます、頑張りますね。明日からなので皆さん来てください。んこっちゃん、ん何がだ、同期からサタンって呼ばれてない。あのココミンさ、あの私のことをサータンって呼ぶんですよねサータンですよそうだよ、頑張ります。ラーメンは苦手ですけどランウェイは歩けます。頑張ります、お願いします、お願いします、皆さんお願いします。初なのでね、配信大変だけど、でもいつもね配信してるからね、皆さんと力を合わせるだけそう、ありがとうございます。ううん、サータンですサータン、そうなの、フゴミンギャルっぽい、ギャルっぽいよね。あのフゴミンがこうやってやった時めっちゃ絵になるんですよ配信の時間割ちゃんと作れる、勉強しますショールームのイベント自体初めてですよ、初めて、初めてなんですよ。ターさん、ターさんみたいに言わないでくださいサータン、サータンです。協力します、ありがとう、応援してね、頑張りまする。ハッシュタグって何ですかちょっと待って、ハッシュタグって何ですかね、ハッシュタグ、応援ありがとうございます。皆さんで頑張りましょう。ハッシュタグを決めるんですか、何のハッシュタグですかね。ハッシュタグサータン、あ、そういうこと、あ、そういうことですか。あ、サータン元モデルはやばいじゃあ募集します、今サータン、サータン、なんだろう、なんか案をいただけますか。そんな
だラーメンを駆け抜ける駆け抜けちゃう。サタンラーメンで胃もたれってダメだよ。ラーメンでもないしね。ね、全然関係ない。キャベツ美味しいは全然関係ないですよ。キャベツ王にもなりませんしね。ね、こうやってすぐ大喜利始めちゃうんですよね。もうサタンをビスへ。そうしますか。そうしましょうか。無難だけど、キャベツパクパク、サタンをラーメンにか、サタンをビスへ、どっちがいいですか。キャベツ植えませんって。なんでキャベツ植えるんですか。あんたが大喜利大好きなファンに育てたんや。本当になんかたまにメールで全然大喜利のお題じゃないのに大喜利で返してこられちゃったりする。サータンをジジエはもうなってますけどね。なってないですけど。ねえ。キャベツへしないでください。サータン、サタンをラーメンへにしますね。じゃあ語呂がいいって、そうします。サタンをラーメンへにします。ハッシュタグお願いします。皆さん今こそ、皆さん、あのエンジンを組めなかったあのね、悲しみを、悲しみをこうね、今発揮する時です。皆さんでこう肩を組んで頑張る時です。100日後にキャベツになる女なったらどうします。逆にに、へ、うんと、サタンをラーメンへにしましょう。へ、そう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 、ラーメンに、へ、わかんない、どっちの方がいいかな。にラーメン、ラーメンに、ラーメンへだね。へ、へで、はい、お願いします。皆さんお願いします。なんかこうやってやると犬みたいじゃないですか。お願いします。えいえい、おー、エンジンは好きです。うん、好きです。猫ですよ。そう、そう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 、え、そうなんですよ。あの一応1位がレギュラーモデルだからランウェイとは別なんですけど、まあハッシュタグはそれで決まりですね。猫っぽいしぐさ、まあ、猫飼ったことないので分かりません。犬しか飼ったことない。エンジン好きなのはサッカー部マネージャーの名残。全然違うよ。全然違うよ。エンジン、そっちのエンジン、そっちのエンジンですか。2位じゃダメなの ?1 位を狙いましょう。いえ、違います、違う、1位は狙ってますよ。ハッシュタグがそれなだけで1位狙いです。上を目指します。そう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 、かわいさ1位です。ありがとうございます。ありがとう。目指すは1位ということです。おとめちゃんありがとう。
それだとランウェイじゃない方がいいのかな。変えますか、変えましょうか。じゃあサータンを1位にしましょう。ハッシュタグサータンを1位に、そうしましょう。胃もたれしません。サータンを胃もたれはおかしいですよね、完全に。そう、ハッシュタグサータンを1位に、うん、そうしましょう。私それ気に入りました。気に入っちゃいました。はい、ラーメンは得意です。ちっちゃい頃からやってたから得意です。パシャパシャも得意です。はい、決定。サータンを1位に。サータンで胃もたれ2位は別じゃないですかそれ。キャベツ界1位にはなりたくないな。何歳からモデルやってたの。小4とかかな。何の1位よ。あの、明日からピスのイベントが始まります。やっと言えた。パシャパシャも得意得意です。皆さんだからそこは安心してください。サタンならできるよ。プラモデルにしないでくださいよ。どういうこと、どういうこと。いきなりイベント参加は勇気ある。チャンスがあったらやります、何でも。そう、1位だったら胃もたれ配信します。します、します。17歳はね、多分ね変わらないんですよね。でも今日はあのメールをね送らないといけないから、まああと1時間ぐらいできたらいいかな。十二期ちゃんはココちゃんじゃないかな。そう、もともとやってましたよ。そう、そうそう。するてか、胃もたれ配信って何ですか。まずまず何っていう話なんですけど。公約、皆さん何がいいんですか。公約、鼻からラーメンが公約ですか。何でもいいですよ。キャベツ一玉食べる配信とか。とか、え、南沢ココちゃんだと思います。何でもいいですよ。キャベツ収穫配信。え、鼻からラーメンはさ、ね、ちょっとね、やばいよね。キャベツソース以外で食べてみる配信いいよ。キャベツ系にしますか。キャベツ系が見たいですか。カラスとのコラボはできないかなって。ソース製造ん、なんか違うぞ。こんばんは、こんばんは。キャベツ系、じゃあキャベツ系で、キャベツ系でお願いします。お願いしますじゃない、やります。そろそろキャベツにマヨネーズ認めてくれた。認めません。食べてみないとわからないですね。でもキャベツにマヨネーズ、無難に。カラオケ、お絵かき、お絵かき、私ユアより下手ですよ。え、あ、ユアが下手とは言ってないです、言ってないですよ。
絶対人気出る、本当。キャベツはポン酢、そうキャベツね、ポン酢で食べてみてって言われて、ちょっと次食べてみようと思って。でも絶対ポン酢は美味しいと思う。最近サラダよりキャベツ食べてる自信ある？健康、健康だ。サラダ配信できるのは土日はあれなんですよ、お昼とかも多分できるんだけど、平日は朝と夜だね。キャベツの衣装、キャベツの衣装って、え、何消えてるけど、ユア、え、あの一回ユアにあのマッチョのイラストを送ったことがあって、そしたらユアより下手くそじゃんって言われました。だからまあそうですね、下手です、本人が言ってたから。そうそうそう、17、かわいい、ありがとうございます。初見、誕生日なんです、ハロウィンバースデー。キャベツ一玉食べ終わるまで配信やめられない？え、30分で終わりますよ。そう、高校生だからね。ココミ、なんか今日カエルがなんちゃらって話してたけど上手じゃなかったですか？研究生覚え中？千葉のボブのサラです。イエイ、高校2年生17歳になりました。サタン、お勉強配信、え、お勉強配信興味ありますか？え、ユアちゃんに似てたでしょ。まあモノマネ得意なので、はい。なんで今日誕生日なんですか？え、生まれたからです。え？そうですね、名前たくさん覚えていただけるように頑張ります。背景の圧がすごい、バースデーだからね。バースデーだから。17歳、ずっとボブで行くの？本当は伸ばしたいけど、なんかボブ派の人が多めなので、しばらくはボブですね。漢字ドリルやってるサータン見たいって、なんで？サータンは俺の息子と同じ年？17歳、17。ありがとうございます。ボブのサラの千葉じゃない、規模でかくなっちゃってますよ。千葉のボブのサラ、ロング、ロング、こうやってやったらさ、ちょっとロングに見えません？私こうやってやったらちょっと難しい、こうなんかちょっとロングに見えません？わかんないけど、この辺が新人とは思えん。新人です。新人です。ボブ好きな班多いから、そうボブのね研究生がいないからいいポジションですね。ボブ、僕ボブ。耳はいつから生えたのですか？今日あの起きたら生えてましたね。起きたら生えてましたね。はい、サラダだけにね。
ボブって呼んでいいですか？いいですよ。よくないですけどね。仲良しですよ。ね、クロミちゃんと誕生日同じ。イエーイ。クロミちゃんありがとう。ありがとう。ありがとう。18歳になったら尻尾生えそう？じゃあそれまで見守ってください。生えるかどうかっていうね。10何歳になったら耳が生えるかき。かも。ボブはもう晩ご飯食べてないです。食べてないよ。ジジはいつから人間になったの？今日です。誕生日配信常連ってくらい豪華だね。ママが頑張りました。褒めてください。千葉のママの皿じゃなくモデルオーディ期間中はビスの1位の皿。頑張りますよ皆さん。頑張りましょう。あと1年は SKE にいてくれるんです。ちょっと短くないですか？12期のセクシー担当って誰なの？いません。いないですね。あ、ママ。おー、そう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 。日本三大ボブ。でかいよ。サタママに推し変しちゃう。ただそういえば今日軽トラひっくり返した。どういうこと？どういうことですか？サタン何担当？清掃担当です。ママは素晴らしいとお伝えしときます。サタンの右にある白いやつ、これお化けですよ。お化けです。お化け。ハロウィンだから皆さんもう忘れちゃってるかもしれないんですけど、今日はハロウィンなのでお化けです。清楚担当です。うん、清楚担当です。清楚担当です。はい、うん、東海で言ったよ。ダブル清楚、ダブル清楚。お化け屋敷は大丈夫じゃありません。サタンへのプレゼントは軽トラいっぱいのキャベツでいいです。いいですよ。ハロウィンより誕生日優先です。サタンのために仕事終わりにしたよ。ナイス。サソリ座仲間。サソリー、サソリー、サソリー。ハロウィンはサラちゃんの誕生日についでって。そうそうだね。そうです。天使担当でもあります。はい。天使担当でもありますよね。ありがたや、ありがたやです。お誕生日プレゼントは何かもらった？その私、そうお母さんとですね、あのモモンガのぬいぐるみが欲しくて買いに行ったんですよ。お誕生日プレゼントとして何が欲しいって言われたから、モモンガが欲しいって言って行ったらなくてもらえませんでした。だからまた別のあのプレゼントを考えて言いたいと思います。ちょうだがもらえなかったんですよ。もうモンガがねめっちゃ欲しかったんだけどなかったです。今日誕生日とかエースの予感しかしない。トランプですね。サラちゃんの誕生日だからハロウィンですね。嬉しい。笑い担当でもあります。
清楚な天使のお笑い担当です。担当はこの3つです。紫キャベツはあんまり好きではありません。17歳モモンガおしんや、ええもうモモンガってちいかわのです。めっちゃ好きなんですけどなかったんですよ。今日はハロウィンじゃなくてサタン誕生日なんですはい、ビスオーディション参加します。よろしくお願いします。こんばんは。そう、チーカーのねモモンがねちょっとレアキャラなんですよね。そう、モモンガのぬいぐるみ少ないの欲しかった。ありがとうございます。リアルモモンガ、モモンガって飼えるんだっけ。なんかこの間飼ってたみたいな言ってる方いた。黒猫です。モデル担当になるためにですねハロウィンだから仮装した状態で生まれたの。はい、でも私はキャベツから生まれたのでえ、ボブキャベツカラスの3つ担当。うん、清楚お笑い元気、元気足りなかった。清楚お笑い天使元気だ、4個ですそう、予選と決勝があるんですよ。モンが買い占めた人がいるんですかそう、ちいかわランドに行ったんですよ。でもなくて、なかったん。はい、ワイルドワイルドです。頑張ります、頑張ります。今日は私服ですね。仮装しないんですか。一応、あ、まあそうですね、今日は私服なのではい、ちょっと仮装はしないですね そう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 。え、ちいかわ人気でしょ。え、人気なんやって。人気ですよ。え、人気ですよ。そう、ママがキャベツってことだよ違うけどね。サラダ気にさらっと担当増えてる。増えちゃったー、ありがとうございます。クラッカー、仮装、仮装か。それなんで3人連続言うんですか。それかぶっちゃった、それ同じこと考えちゃってるコスプレしてないです今日。私服です。今のショールームイベのルールだと朝と夜に最低1回は配信した方がいいよ。します。朝でも明日は5時からだから、夕方のそれぐらいからやって、それぐらいからやって、そうだね、その次の日から朝も夜もやろうかな。強烈なキャラの子出たえ、強烈ね、かぶってたね。耳引っ張ったら痛いです、やめてくださいありがとうございます。思考が推しに寄ってきてる。うん、ギャグかぶるのはそういうことですねそういうことですね。朝1時間、夕方1時間、夜1時間っていうパターンが多いんですか。え、それがいいんですかね。17時からすぐ、明日は自主練に多分行くので、そうですね、5時6時から始められたらいいな。5時もね、帰って5時か6時くらい、朝になったらメールかなんかで言いますね。ギャグいっぱい持ってたらイベント有利考えときます、考
そう、東海でも言ってくださる方が多くて嬉しいです。すごくレッスン場に住んでるココアちゃんと私はレッスン場に住んでいるということで、そういうことにしましょう。住みたいくらいですよね。3日から3連休なんだ。この3日間は朝昼夜というパターンもありいいですね。1時間ずつかな。サタのギャグで笑ったらたわないし、笑わないじゃないですか絶対。ね、X で告知できたらいいのにね。劇場で早く見たいです。頑張ります、本当に頑張ります。ただいまお帰り、ありがとうございます。ギャグの練習もしてます、はい。いつもみたいにフライング配信を絶対しないので、しません。ドスコイ部屋に行ってきたんでしょうか。行ってきたの？サタンが逆批判するたびに見た。やばいね。22時までだから毎日その後に落ち着いて考えたら放置してくれば OK。 ありがとうございます。そうしますよ、そうします。ドスコイしてきたんですね。へえ、ええー、誕生日の私を置いて。ああもう完全に見に行っちゃってるじゃないですか。ありがとうございます。へえ、ただネタ帳持ってないです。思いついたのを言います。ありがとうございます。ドスコイとは知らないでも大丈夫。ありがとうございますクラッカー。そうそう、思いつく、パッて思いつきます。ただ DD にも優しいですよ。何も言わないよ、何も言わないよ。美味しいらしいです。12期生11人しか知らないって、11人しかいないんですよ。いないんですよね。みんなに連れて見に行ってきました。サタン即興です。即興ギャグ、そうだよ、全然即興です。12人目の12期ね、そうだよ。楽しいですよ。他のレーンに行ってましたよね、は気にしてた。え、そう、え、え、ただいましないでもらって。しないでもらって、一人しか見えない、それでいい、それでいい、それでいい。即興ギャグ得意になれば強力な武器になるね。得意です。サタンの将来の夢はギャグマシーンです。後ろの風船はママが頑張りました。ココアちゃん白猫だった、サラちゃんの親戚かもね。かもしんない。サタの配信でしか見てない。え、いいですよ、全然いいですよ。こんばんは。
こんばんは。だって今何時？あと30分ですね。あと30分。チェンソーとお笑いキャラ、スキン初。え、はい、ギャグ得意。サラハナ合わせて一人扱いじゃダメですね。さすがにダメですね。ダメです。遠くから行くとしたら十二期の誰に行きたい？ココハちゃん。一応このギャグを考えてください。いいですよ。ありがとう、結婚していいよ。いいよ。笑い猫、そう、笑い猫天使元気です。コラボ配信したい。ニコイチだけど2個だからね。応援するからなんかくれ。宝くじが当たる券を差し上げます。はい、結婚いいよ、初出ました。はい。ありがとうございます、おめでとう。今日は誕生日だからいいよです。いいよ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 。17歳。いや、今日だけ、今日は猫なので年齢とか法律とか関係ないです。はい、猫だからいいよ、猫だから。いいですよ、今日だけ、今日だけ猫だから。もう明日になったらこれしまっちゃうから、今日はね、いいよ、今日限定、猫限定、いいよ。猫はだって18歳とかないからね。あるけど。明日からダメです、17歳なので。いいよ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 。いい、本当にいいよ。明日になったらみんなバツイ。そうだね。猫との結婚なので、今日は猫なので。今日だけ猫なのでね。明日から人間に戻ります。花には言わないでください。花には言わないで、花には言わないで、怒られる、花には。誕生日っていいね。いいね。イベント期間中、それはどうかな。あ、言わないでください、花には。花にはダメです。いいよいいよ、こっちゃんにならん、こっちゃんにならいいですよ。なんで言うのって感じだけど。あ、猫なんかあるじゃないですか、ドラえもんのなんか動物の声聞けるようになるアイテムみたいな、それを通じて皆さんとお話ししてますね。明日誕生日じゃないな。あ、ダメですね、花には言わないで。花にはし、いいですよいいですよ、だけどしですよ。花ね、見てないよ今。
見てたらだって絶対来るもん連絡。毎日が誕生日なるかな。はなだ見てないよこの配信。最初だけだったね見てたの。っていうかなんかアバターって変えられるんですか。はななんか水色のアバターだったね。これからも C でお願いしたい。ダメですね。ノーネームさんはいないんですか。誰のことだろう。誰のことだろう。そうなの。アバター変えられるの。はなちゃんはね常になわけじゃないですよ。だって今見てないもん。イベント期間中も猫になってくれたらみんな喜ぶ。ノーネームはなな、どこ。はなノーネームじゃなかったよ。フルネームだったよ。サラハナコンビ最強。それはなに言ったら喜びますよ。めちゃくちゃやったねって言います。私の予想は。ね、そう、ありがとうございます。朝のはなちゃんも出席確認したら寝てる。うん、絶対そう。それはあるよ。それはそう。猫感薄めなので泣いてください。ワン、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ワン、ありがとうございます。猫です、猫です。あ、私も犬派。犬派です。私も犬派です。ちなみにね、じゃあ今日は猫サータンと結婚したのか。はい、ワンです。今頃来ました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。何、ワン、ワンニャ、何ですかそれ。式はどこで、なんとかですか、なんとかですか、何ですか。何ですかね。チュールは食べません。キャベツを食べます。本人不在の生徒さん見ました。見た、うさぎのやつ。めっちゃ嬉しい。ちゃんとあの長いね、あの長くこうやって書いてくれたあれも見ましたよ。うん、嬉しい。水色ね、嬉しかった。サーワンです。サーワン、式はどこであげますか。サーターンランド、サーターンランドです。ありがとうございます。お誕生日ありがとう、ありがとう、ありがとう。うん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 、嬉しい。サーニャン、サーバンです。力ランドみたい。ちょっと設定増えちゃったね。ちょっと覚えきれなくなってきちゃう。設定じゃない、設定じゃない、設定じゃない、設定じゃない。ここはサーターンランドという場所があるんですけど、今は私地上に降りてきてるっていう感じですね。設定ではないんですけど、本当なんですけど、本当なんですけどね。
本当なんですけども、設定じゃないんですけども、ちょっと一回落ち着きますね一旦落ち着きます。鈴の音？キャベツ畑ありますよ。サータンのお家にいるリアルの名前？秘密秘密、いつか見せれたらいいね。リセットしませんケーキ食べきりはしないですけども、食べきりはしないです本当だよこんばんは、こんばんは。今日のご飯これから食べます。設定じゃないので変更できませんありがとうございます、誕生日ありがとう。星ありがとうございます。変更しません。ケーキ全部食べないともったいないよ。後で美味しくいただきます。そう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 、サータンの設定はありません、設定はありません。サータン33になるんだよ。17、パーカーからの振り幅がね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そう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 、ケーキはまだご飯食べてないですけど、ありがとうございます。普通の服着てるの初めて見たよねって何回も言われてますからね3回ぐらいは着てるかな、普通の服も。全部普通の服ですけど。誕生日は祝いたがってたかな、花倉本。え、倉本、え、花配信してるの今、配信してるんですか。パーカー以外ね、3回目。でもこれは私服なんでね。サーパーはママにパパにキャベツに、ママとキャベツのハーフみたいなそうかな、ちょっとキャベツに似てるとこもあるかなーって。パジャマが私服、まあ、パジャマも私服24日連続配信イコール普通の服3回。そう、普通の服ですけどね。はい、この後ご飯食べます。パパには似てないですよ、私ないですない、全然ない。はなちゃんはノーネームさん対策で10時からです。ありがたいですね。はな、未完全で見た私服可愛かったです。あれですか、肩出てるやつですかね、顔合わせの時のですかね。はい、今日は普通の服です。
ワンホール食べきるまで夕食食べれない配信じゃないです。何それ、何ですか、ありがとう。帽子、普通の服ですね。これまさかサタン反抗期、サタン反抗期ないです。10時からやるから何でも来いよ。なんかね、ちょっと感じますよね、その圧を。すごく感じます。コウモリありがとう。可愛すぎてこっそり見てます。堂々と見ましょう。いい子ちゃんです、いい子ちゃんです。妻を思う夫、けなげ。けなげですね。でもなんかあれじゃないですか、あんまり花が夫感はないですよね、皆さんから見て。服は店舗で買う、ネットで買う、ネットが多いかも、ネットが多いかも。花ちゃん、あっ、無意識かもね。サタン推しになってますか？なってるよね。普通の服着てるサラちゃんが見られるのは誕生日だけ。可愛すぎるから飾り見てます。花なんの嫁感、え、音ですけどね。こんばんは。普通の服じゃなくて一着しか持ってないおしゃれな服、違います。ワンピースではないですね。こんばんは。ネット通販失敗しないの、失敗してもどうにかする。今日サタンとの通称メール送ってきた花な、何あれですよね、花のサラはこうやってやってるやつですか、ですかのこと。サタンが夫感、本当？サタンが夫と妻の兼任って、それ、え、どういうこと、どういうことだろう。今欲しいもの、モモンガリベンジしたい、リベンジしたい。どう見てもサタンが夫に見える。なんで、なんでよ。ありがとうございます。パーカーじゃないと好きになってしまう。パ、それはパーカーを着た方がいいのかな、いいのかな。花は僕の嫁、これ、この写真、やっぱり変なやつね。今日も最後の言葉がモモンガ、え、最後の言葉モモンガだったんですか、いつ、いつ。そんなことがあったんですか。パーカーはパジャマですよね、パジャマですね。サータンは男前、そういうことですか、頼りがいがあるみたいなね。うんうんうん、ワイは、はなちゃんワイの嫁、サタンワイの夫、うん、え、どういうこと、モモンガ最後に言ってました、サタンは俺の嫁だ。え、私服は可愛すぎて好きになっちゃう。メールお試しで撮ってる人は明日からいよいよ本登録にしないとですね。そうですね、撮ってくださるかな。
ありがとうございます。合言葉もうが、こんばんは。なにそれ。サタと結婚するからつけてる指輪取りません、取りません。イエーイ、イエーイ、ありがとう、ありがとう。25分までやりますね。あのメールを送ろうと思って、送るために25分までやります。今日はサタンじゃないです。いつもサタンじゃないけど。はい、マウント取ってください。はい、あ、ありがとうございます。タワー、ありがとう。メール待っててください。 X もあげたいから待っててください。いつもはサータンですね。ありがとう、フォローありがとうございます。それ思ってた今、なんかタワーがちょっとパワー感あったなって思ってたんですけど言わなかったんですよね。いっぱいありがとうね、こちらこそ。こちらこそ。ハッシュタグサータンを1位にです、かな、そのハッシュタグかな。エクサ自由に上げてください。そう、サータンを1位にです。頑張りましょう、明日から。17歳素敵な一年になりますように。ありがとうございます。タワーが立ったわ。上手、めちゃ上手。はい、お願いします、お願いします。ビスのイベントです、明日から。うん、明日から、明日から頑張りましょう。誕生日おめでとう、ありがとうございます。頑張る。うん、うん。そう、もう頑張るね。新人枠 SKE はサラとココちゃんだと思います、多分。そうなの、一番新人です。おはよう。頑張ります。そうだね。そうじゃん。明日からちょうど1ヶ月ってことですよね。入ってから。早い。こっちゃんを応援しないと。他のグループからもいますよ。もう3年ぐらい応援してる気がする。ね、頑張りましょう。5時から始まります。待って、やばいかも、時間あと1分です。ありがとうございました、皆さん、ありがとうございました。
がとうございました。本当に17歳のサラもよろしくお願いします。延長はないです。メール送るために早めに終わりにします。ありがとう、ありがとうございます。うん、待っててください。待っててね、25分までだから頑張りましょう。明日から、バイバーイ、バイバーイ、うん、明日バイバーイ、ありがとうございます。